クロスビーエース、はい、エースっていうまた新しいポーズを考えてですね、今回はやっぱりやるのはセレクションカーニバル、ダルビッシュセレクション、とうとう、この日がやってまいりましたけども、ガチャをやっぱ美課金の里崎としては今回のやっぱダルビッシュセレクションをやらなきゃいけないと。今日の企画、ダルビッシュ U を引くまでやめません。行きましょう、これで。まあ、前回はね、牛と鈴木誠也を、まあ、そこ引けたんでね、そこ終わっちゃいましたけど、まあ、今日はね、どうなるのかっていうね、もうダルビッシュを引くまでやり続けるっていう、いくらかかるんだっていうね、そこはちょっとね、勝負で。ダルビッシュ、いや、いいっすね。でもちょろちょろ対戦してるっすけどね、出てきてね。だから一番欲しいのがダルビッシュ、次が、まあ、菅野っすね。菅野欲しいっすね。数値がやばいっすもんね、菅野の。だからダルビッシュ、菅野で、ビシエド欲しいです。ちょっとファーストがね、鈴木大地だから、まだずっと、もしくは丸、広島の丸欲しい。あとやっぱりロッテも純正をね、やろうと思ってるんで、涌井も欲しいですね。まあ、全部になっちゃうんだけどね。でもまずダルビッシュを取るまでやめないっていう、っていうところで、じゃあ、今から1年目からですから、いきましょう。3回目、6回目、9回目は1人確定で、10回目以降 S が出たら確定っていうね。だからまあ9回はね、最低やるから9回中ダルビッシュ欲しいですね。さあ行こう。ほっ、うん、はい、いきなり多分これ確定、星出てます。星、流れ星、なんかレインボー全部出てます。多分これは一発目だよ今、多分ね確定、俺の予想ね、これ確定だよね。流れ星も月も全部出てるもん。はいはいはい、これはもう確定、多分確定だよね。で、確定だよね。2個、来い、バレンティン。違うやん。もう今宮、いピレラ A、 30% ですね。 30% なの。おい、いきなり来たかと思ったけどね。さあ2回目、何もない。あれ、ちょキラキラ光ってるよ。これ何なの、確定。これ何なの、 A の確定か。これまだいまいち分かってないよ。おお、感じた。さあ次確定です。3回目、ダルビッシュのみ。あ、すごい、しちゃった。まあでもどうせ1人当たるからね。2個、平井、もういい、かみちゃって、平井、岡、今永、西。さあ最後誰や、ダルビッシュ、涌井。まあまあいいね、ロッテ目指してる俺としてはね、いいね、まあまあいいね。さあ4回目、これはなさそうやな、なんか、脳演出だ。終わった。5回目は何もないんだろうね。
月出てるよ。ああ、調子このレッツゴー来たよ、レッツゴー。レッツゴーはいいのかな、そもそも。レッツゴー来たからってね、あんまりなんか。飛ばへんし、もう飛ばへんし。これなん、お、あ、これ A が何個か当たるパターン。 A の演出、今宮ブラッシュ、お、あ、過去中 A が4枚きた。でも狙いはそこじゃないから。次6回目、これは確定だよね。さあ、お、ほら、お、流れ星、2枚エスコルンじゃんね。星と流れ星とレインボーで2枚、S2 枚確定じゃん。どうなん、これどうなんだろうね。ほらほらほら、これ絶対 S2 枚で、 S2 枚多分、俺の予想、俺もよく分かってないけど、ほらこれ絶対 S2 枚、 S2 枚、うん、2個、あれ、ノースマイク2枚、ロペス1枚やな、これ。これまだ分かってないのかな。あ、結局1枚だった、これ。あ、1枚だったね。まだまだよく分かってないね、これ。ダルビッシュ、ダルビッシュ、やばくない？ダルビ終わったわ。終わりました。すごくない？さすがですね。いや、もう持ってんな。2回目だよ、枠井ダルビッシュ。まあでも9回目も行こう、9回目までは。菅野、うん、菅野かビシエドね、入団、ザッキーチーム入団決定。いやー、スカウティングできたね。もう一気にプレッシャーから解放されたわ。俺持ってんな、ほんと。今回はほんといっぱい行くかと思ったけどね。のんきにできるね。ブラッシャー山岡、お、いっぱい出る。松井、お、またサンチェス、さあ、シールドか菅野欲しいよね。きっちり、もう2個、2個出たよ。これなんなん、俺ほんとよく分かってないな。来た、クモ、普通のやつ、トロサキ欲しいね。最後です、最後。菅野かビシエドか丸、もう枠ももらったし。さあどうなの、どうなの。スワレス、木下、島内、重信、内川、中島、西田、デラロサ、さあ来た最後。鶴岡、まあバッテリーか、ダルビッシュと組めます、うん、組めるね。まあということで、ダルビッシュを引くまでやめません、引けちゃいましたんで終わりです。ダル、ありがとう。